この方にお越しいただきました。ヒッピーさんがまだ準備できてないということでございましたので大変失礼いたしました。いいですか？大丈夫ですか？今お越しくださいますね。少々お待ちくださいね。皆様大きな拍手でお迎えください。ヒッピーさんです。こんにちは、よろしくお願いします。ヒッピーと言います。お願いします。あ、タオルがある。嬉しい。あ、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいですね、ヒッピーさん、さすがの人気。いや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 、もう一回2022年来させてもらって、はい、そこから初めての山形で歌わせてもらって、はいはい、キーパーの藤島選手のご縁いただいて来させてもらったんですけども、去年はね、はい、実は決まってて、逆にコロナになって僕が来れなくなったっていうのもあって、こうやって今年来ることができて嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。去年ヒッピーさんが見てくれなかったから、はい、8連敗もしましたよ。いや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 、違う、そんな、いやでも見てました、その、はい、僕広島に住んでて、はい、ずっとそのやっぱどうなってんだろうって見てて、はい、でもプレーオフ行ったっすよね。プレーオフ行ったんですよ。いやもうすげえ思うて、最後の最後で、はい、でしかも、うん、ヒッピーさんまあプレーオフでですね、はい、残念ながら我々の夢は、はい、途切れたんですけど、うん、その相手が今日の相手、清水さんなんです。おお、はい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 、ものすごく大事な時にお越しくださいました、はい、どうもありがとうございました。いや、とんでもないです。なんか急になんかドキドキソワソワしてきました。ありがとうございます。とんでもないです。もうヒッピーさんといえばこう、はい、応援歌が有名ですけれども、はい、この後実はハーフタイムもスタジアムで歌ってくださるという、ね、うん、そうですね、はい、このもうヒッピーさんの代表曲ありますけれども、はい、そうですね、そちらもしかしたら聴けるかもしれない。いや、もうそれやらないと損になっちゃいますもんね。いやいや、本当に来てるかもしれないということで、ね、皆さんぜひハーフタイムの方も楽しみにしていただきたいんですけれども、はい、いかがですか、ヒッピーさん、2年ぶりの山形 ND ソフトスタジアム山形、この雰囲気どうですか？そうですね、こうやって広島でずっと住みながら活動してて、ちょっとずつ広がってきて、そしてやっぱ僕人から人につながったっていうのもあるので、はい、こうやってまた来させてもらえて、また呼んでもらえてめっちゃ嬉しいです。はい、広島ご出身ですよね？広島です。一応すみません、取り調べみたいになっちゃうんですけど、はい、推しの J リーグチームどこでしょうか？、はい、推しの J リーグチーム、サンフレッチェっていうチームあるんです、はい、でサンフレッチェ大好きです。ちょごめんなさい、これはこれ正直にここどこだと思ってるんですか？いや、それモンテリオですよ、はいはい、いや僕はやっぱ広島で会えるのをすごい楽しみにしてるというか、あ、なるほど、今年も新スタジアムもできて、はい、だからもうプレーオフの時とか、はい、ちょ待って、はい、僕がここ山形に広島、あ、山形に広島が呼んでもらったように、はい、モンテリオ、はい、広島、はい、来るのっていうのはめちゃめちゃワクワクしてたんです。まあ去年ヒッピーさんが来なかったから笑われてません。違う、でも本当に、はい、でも本当 J リーグ、そのスポーツチームってそのやっぱ地域、はい、やっぱ生まれた地域からこの地域密着で生きていく中で、はい、僕はもうずっと広島で育ち、はい、広島で生まれた音楽を元にこうやって広がっている喜びを元にこう歌わせてもらってて、ただこう選手さんとのつながりでこう来させてもらって、はい、ただこれが山形対広島になった時はもう僕ちょっとスタジアム行けないかもしれないですね、本当に。流れちゃうね、どういうタイミングで流れたの？何何？もううるせえから俺帰れってことじゃない？違う、今 どういう意味での、はい、今音楽が流れたのか、ちょっと、いや、いいこと言ったっていうのか、はい、いやもう二度と山形来んなよって言われたのか。いやでもどうするんですか、サンフレッチェ対モンテリオになったら、はい、すいません取り調べみたいになっちゃうんですけど、いやーそうですね、いや僕、はい、いやでもどうですかね、でもそこは嘘はつけない部分があるんですよ、はい、嘘はつけない部分がありながらも、なんか本当に当たり障りのない、本当なんか斜めのラインぐらいで見てるんじゃないですかね、本当に、はい、正直な、でも本当に僕、まあ本当に何て言うんだろう、野球の現場も行くことがあって、はい、やっぱりベイスターズとか、はい、日本ハムさんとかでこう、はい、スタジアムで歌わせてもらう時も、はい、やっぱ一応赤いユニフォームで全然嘘はつかないですね。 で、はい、でもベイスターズのファン感謝デーっていう時は、はい、まあ、青いユニフォームを着て歌うっていうのもあったんですけど、はい、でも本当に、これはご縁だし、音楽って人は選ばないって僕は思いながらやってるので、はい、でもそういう自分のパーソナルな部分も愛してもらって、やっぱそういう生まれた街があるからこそ自分の今音楽があって、こうやって皆さんにしてもらって、この街を誇って、はい、今声高々に共に応援しようぜっていう空間のもと、
この音楽を一緒に楽しんでもらえたらと思いますので、今日とことんモンテリを応援させてもらいたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。よかったですか。ありがとうございます。よかったですか。歯食いしばりながらモンテのユニフォーム着てるわけじゃないってことですね。違う、はい、そういうわけじゃないです。違いますよね。そういうわけじゃないです。ありがとうございます、はい、ということで、はい、今日さっきもお伝えしましたように清水さんを迎える大事な一戦ですから、はい、そうですね。モンテディオ、そして日本一のこのモンテディオ山形サポーターの皆様に届くエールを歌っていただいてよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。ということでヒッピーさんのスペシャルパフォーマンスです。お楽しみください。お願いします。いける。今ねちょっと機材がトラブっちゃってて、音楽始める前に、ことお話をさせてもらったんですけども、改めましてヒッピーと言います。よろしくお願いします。もうせっかくこの場外スタジオ、場外スタジオでこう歌わせてもいただくので、君に捧げる応援歌以外のものをたくさんお届けして、応援歌はちょっとこっちの中の方に取っとこうかなと思ったんですけども、風強いですね。ちょっと待ってください。すごい風強いですね。こう今本当にこういう予期せぬ時に音楽が鳴っちゃうという状況になってて、いけそうですか。いけそう。わかりました。ということで音楽鳴ったということで、改めてヒッピーのレビューよろしくお願いします。手拍子いきますか。いい感じです。後ろの皆さん見えてます。僕に手振られたと思ったら手振ってください。はい、そうですね、そうですね。あ、いいです、いいです。ありがとうございます。ということで We can make it っていう歌から始めます。この場所に立たせてもらうのも、藤島選手からご縁をいただき、そして去年も呼んでいただき、今年も、このご縁をいただいています。その思いからいきますね。 We can make it。いやいやいや、おこの場所に立っていられるのは決して一人だけじゃ来れなかった。誰かの支え、誰かのおかげ、全てが宝物を、あの広い旅の道しるべ、輝きを増した一途の上に、この星の真ん中、伝えろ、ありがとう、ありがとう。もっと鳴らして、当たり前に It's gonna be 当たり前に It's gonna 絶対終わりが来るのが人生。今という幸せ、誰かの特別の上、いくつもの奇跡をたどって、あなたと今を生きてる。いつだって過去最高な今日という日を描いていこう。持ちつ持たれつつのスパイラル、あなたがいて僕がいる、この場所に立っていられるのは決して一人だけじゃ来れなかった。誰かの支え、誰かのおかげ、全てが宝物を、あの日の痛みも一致しるべ、輝きを増した一途の上、この星の真ん中、伝えろ、ありがとう。いいよ。当たり前に過ごせて、当たり前に It's gonna
ら絶対終わりが来るのか人生今という幸せ誰かの特別な運命いくつもの奇跡をたどっていくつもの感謝たどってこの場所に立っていられるのは決して一人だけじゃ来れなかった誰かの支え誰かの支えだからフォローをあの日の痛みの道しるべ輝きを増した一途の上この星の真ん中伝えようありがとうちょっとライブっぽく皆さん手あげません手あげませんこういうやつこういうやつフェスみたい音楽の垣根を越えまして今ねエスパルスのファンの方もおられますので一緒にここはノーサイド肩組みながら一緒に楽しんでいきましょうさっきもちょっとねドキドキ広島出身でみたいなのあったんですけども本当に心からこうやって山形たくさんもらえて来させてもらえてね、広島にぜひともこの青いチームが来てもらって広島を堪能してもらいたいなと思ってるんですでこのつながった広島と山形の声勝手に僕広島広島言ってるんですけども、ここからつながって、また楽しい、ライブ活動だったり、このご縁が広がって今日出会ってくれたことを誇ってもらえるように私まだまだ頑張っていこうと思ってますねどうぞよろしくお願いしますあの本当こういうご縁いただいて去年アルバム出して僕音楽始めて23年になるんですよ初めてオリコンランキングに乗りましてはいオリコンランキング200位から乗るんですだいたいカウントダウン TV やったら100位からカウントダウンとかやるじゃないですか200位から一応乗るんですけどその200位すら乗ったことがない私23年の時を経て3位いただきましたあたすニシュヒッピーもうわけわかりませんでしたけど本当にあのランキングやりたら誰誰誰って思ってでもこうやってコツコツ、本当コロナ禍もあり、なかなか思い通りにいかない日々があった中でこうやって、皆さんとお会いできてもう本当に想像もつかなかった広島だけで活動するだけでも十分だと思ってたんですけどもなんと山形までしかも2回目来れましてああ藤島君2回目になるといないっすいないんですけどでもこういう出会い大事にしてそして2回目に来れた山形の嬉しさのこのあさってカウントダウン TV の出演が決まりました生放送です声めちゃめちゃ枯れてたら今日のせいだと思ってください思ってくださいなんで僕はやっぱ皆さんがこの山形モンテリを愛しているとようにこの街を愛しているように僕も生まれた街を愛しています広島弁の曲なんですけども皆さんと共に、肩組みながら声出しながら歌えればなと思ってますんで「あー焦らんでええんよ歩きんさい」って言ったら「歩きんさい」って歌ってほしいです一緒に歩いていこうって意味ですもう泣かんでええんよ笑いんさいって言ったら笑いんさいって歌って共に笑っていこうっていうことですなんかあったらすぐに話しんちゃい話しんちゃいって歌ってね、なんかあったら頼ってくれよって話せよっていう意味ですあー焦らんでええんよ歩きんさいあーもう泣かんでええんよ笑いんさいおなんかあったらすぐに話しんちゃいもういい行こうモンテディオが J2 を制覇し
広島に来ますように金さえ来てねっていう意味です。子供の頃からよく見てた空、紙飛行機に夢を書いたあの歌のように迎えよう、お手当たを氷の宮城屋のおばちゃん、今も変わらず口うるさいままだろうな、ああ焦らんでええよ、歩きうさいかも、歩きうさい、もう泣かんでええよ、笑いうさい、笑いうさい、なんかあったらすぐに話しうちゃい、話しうちゃい、どうしたのに頼りうさい、ほらこっちに来ちゃう、いい感じ、手振って手振って、ありがとう、ありがとう。あれ果てたこの地に咲いた花、浮かれないように守り育てよ、そして誰かの明日のために情熱を燃して広島から愛を込めて、ああ焦らんでええよ、歩きうさい、カモン、歩きうさい、もう泣かんでええよ、笑いうさい、笑いうさい、もうなんかあったらすぐに話しうちゃい、どうしたのに頼りうざい、ほらこっちに来ちゃう、どこにいるんだって思い出す家族や仲間たちのあの声を、何があったって平気さ、帰る場所があるんだ、肩を噛み合うんだって行こうよ、絶対歌えよ、その多分サッカー部の子たちかな、陸上部の子たち絶対歌えちゃう、さあ皆さん行きましょう、 DJ が、おい富士市役所来てるやん、ちょ来い来い来い、ああ焦らんでいいよ、歩きうさい、話しちゃい、話し
死んじゃえ。感動したね、頼りうさい、プチ気持ちがいいけ踊りうさい、心と心つながったほうがこっちに来ちゃい、もっとこっちに来ちゃい。モンテリオが広島に来ることめちゃめちゃ楽しみにしてます。藤島君に大喜利しよう、許可しましょう、勝ちましょう、もうイエーイ、ありがとう、ありがとうございます。さっき俺めちゃめちゃ呼んでたの。あ、そうなの、藤島っつって。いや、別のイベントやってて。あ、呼んでこれたっちゃうってたまたま本当に。いや、なんかひしひしと、ひしひしと感じたスタジアムの中でなんか呼ばれてるような気がして。やっぱりイベント終わったら行かないとと思って。マジで、はい、ありがとう、本当に伝わってました。いや、めっちゃ嬉しいです。いや、本当、遠い山形までありがとうございます。いや、昨日は食事まで連れて行って本当にありがとうございました。ありがとうございます。最高でした。改めて藤島君に大きな拍手お願いします。ありがとうございます。これ時間大丈夫ですか、ね、もうちょっとだけやりたい。1曲もごめんなさい、終わる予定、1曲やりたいですか。じゃあ後ろから逆勝。またはい、ありがとうございました。あの、君に捧げる応援歌はじゃ あのスタジアムの中で聴いてください。いいですか皆さん、いいですか。小学生みたいなやりとり。はい、いや、楽しいですね。これ皆さん一緒に歌ってもらってもいい？このフレーズ覚えて。うお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 う、せーの。もう一回いく、もう一回いく。覚えて、歌って。うおうおうおう。まだまだ行きますよね。まだまだ行けるって人、嘘でも手挙げて。もう手挙げだからね。さあ行きましょう。はい、DJ。飛び出したアンサー、終わらないまだ気づいたら走り出してた一線の、京都ビュー出会いに大きな拍手ありがとうございます。去年の8連敗を広島で見てて、山形もしかしたら大変なのかもしれないって思ったけど、プレーオフに行きました。不可能という土にも花は咲きます。頑張っていきましょう。過ぎ去る日々の中、U ターンはない、人生にゴールはない、知らなくていい、見ろほどなんて努力と才能無線、自分の良さに気づいたんだ、夢は逃げない、
後のサビに行こうと思うんですけど、最後皆さんジャンプできますよね。歌いながらジャンプできますよね。いけますか？いける？あの空に手は届いたのかい？今惚れ果て生きてあるのかい？無理と言われるどうにもなれた。マジでごめん。大丈夫ね。この後可愛いダンスするんで最後まで楽しんでください。ヒップさんでした。どうもありがとうございました。今日のオリコンサインになった CD 販売してるし、今度ツアーにある、初めてツアーもあるんです。宮城 と、岩手、チケットもあわよくもありますんで、お声掛けくださったら写真とかサインやらせてください。私の写真撮ったら皆さんここ小顔になります。失礼しました。どうもありがとう。素晴らしい歌をありがとうございました。ヒッピーさんに大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。